それでは新しい巣箱の設置についてお話をします。これ先ほどの構造のものと同じですね。中を開けると、新品です。新品なんでこれ杉でできてるんですけども、まだ杉の香りがするんですね。ですからこれをまず杉の匂いを取るということをしないといけないです。なので設置の前にですね、これは外に置いといて野ざらしにしてください。もう雨の当たるところにですね全て置いてですね、で例えば巣箱であれば、こんな感じでですね雨が当たるようにしてもらって、で匂いを消すっていうのが大切になります。匂いがなくなったらですね、今度はミツバチの匂いをつけないといけないということで、蜜蝋を塗ったりします。それと他にですね、当社の方で、誘引液を作りました。この誘引液っていうのはこちらの方のですね古い巣箱ですね、一度入居した、巣箱の中に、巣があります。その巣からですね、エキスを取り出して作ったものです。でこれを今年から販売しようと思ってます。でこの誘引液をですね全体にまずは振りかけます。これ外側もですね全部ですね全面に振りかけます。杉の香りもなくなりますし、古い巣箱と同じような匂いになります。外側を全部振りかけてですね、下の定番にもかけます。雨が降っちゃうと、流れてしまいますので、雨の降らない時ですねとか設置して、すぐの時ですね。からこの中ですね、中にもこれを吸い付けますね。そうするとミツバチの巣とですね同じような香りがしてきます。これが一番上の中蓋の内側の部分ですね。ザラザラです。そういうところにも振りかけますし、ここに蜜蝋を塗ってもいいと思います。全体に振りかけて、でこんな感じですかね。わかりますかね。息がこうかかってますけれども、で昨年これやってみたんですけれども、かなり効果があったので、ぜひやってみる価値はあると思います。おすすめです。でセッティングをしたらですね、こういうところにも塗っていいと思います。全体に振りかけるということですね。で、効果は大体1週間ぐらいなので、分蜂の最盛期で1ヶ月2ヶ月ぐらいはあると思うんですけれども、その期間の間ですね、1週間に1回ぐらいこれを一番いいのはやっぱ相撲のとこですね。相撲を中心にですね、こう振りかける。蜜蝋もいいんですけども、蜜蝋を一回塗るとですね、次また塗るのも結構大変だっていうのもあるんですけど、このスプレー式の誘引剤であれば、比較的簡単にですね、できるので、こういう感じで吹きかけてください。
それから捕獲器ですね。これあのうちで作ってるもっと簡単な捕獲器なんですけども、集合板の役割もします。今実際にミツバチがいるというところの近くにですねぶら下げます。でぶら下げてミツバチたちがここに着いた時にこれをゆっくり下ろしていくんですね。大きいを作ってる時は比較的おとなしいのでゆっくり下ろせばそんなに問題ない。で、まあ、下をしっかり絞ってで移動させる。こういう、まあ、集合板であるとかこういう捕獲器ですね、こういう捕獲器の内側にも八クルっていう名前つけてますけれども、誘引液、誘引剤をですね、こういうふうに吹きかけて、まあ、蜜蝋も塗ってあげるというふうに思うんですけれども、そうすると、捕獲の率が上がってくるということですね。はい、今日はこの誘引剤とから巣箱の設置についてお話をしました。日本ミツバチの養蜂を始めませんか？九州ミツバチ工房では日本ミツバチ養蜂グッズの販売をはじめ、飼育の仕方や採蜜などのワークショップの開催を行っており、飼育のご相談もお受けしております。ご視聴ありがとうございました。